どうも、春季の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は先生から嫌われる生徒の特徴という話をしていきます。ではいただいた相談内容から読んでいきます。中2の娘が女子教師に、私はあなたが嫌い、あなたも私が嫌いでしょう、だけど学校にいる間はそのことを表に出さないようにと言われました。娘はその教師のことを好きでも嫌いでもないようで、なぜ、か誤解しているようです。定期テストでも平均点以上の点数はあるし、授業中の発表もしており、提出物もくれたことはありませんが、1学期の通知表が5段階の2でした。対処方法を教えていただきたいですってことですね。はい、今日はね、この先生から嫌われる生徒の特徴っていうところを最初にお話はするんですが、この状況をね、聞く限り、これはね、結構良くないというかね、ちょっと問題のある先生じゃないのかなっていうふうに思います。僕はね、もちろんこの状況をね、本人から聞いたわけじゃないので、事実関係とかわからないんですけど、これがもし事実だとしたら、結構ね、まずい先生かなと思います。なので、そういった時の対処法なども含めてお話ししていきたいと思います。でまず最初に、これちょっと一般的な話なんですけど、先生から嫌われる、生徒ってどういう特徴があるかなってところをね、ちょっと3つ考えてみました。これは別に先生からというか、そもそも友達とか社会に出てもね、多分嫌われるタイプだと思うので、一応ちょっとそこと照らし合わせながらね、考えてみてください。まず1つ目、先生の悪口を言う。これは当たり前ですよね。自分の悪口を言ってくる生徒のことを好きになるっていう先生は多分この世にいないんじゃないかなと思います。だから先生のことをね、本人の前で直接ね、悪口を言うとか、あと陰で言うとかっていうのはやっぱ嫌われる特徴だと思うので、これはね、やめてください。あと学校のルールを守らない。これも、学校って結局集団生活をしているので、集団生活はやっぱルールがないと回らないんですよ。例えばじゃあみんながね、好きな時間に来る、俺は8時に来る、友達は9時に来るとかだと授業始められないじゃないですか。なんかみんなでちゃんとじゃあ8時半から始めようねっていうルールがあって、それを守るからこそ集団生活で成り立っているわけですよ。でもルールをね、守らない子がいるとやっぱりね、集団生活が乱れてしまうので、好き嫌いっていうような問題よりも、やっぱそれはなんで守ってくれないのっていうような気持ちになるかなと思います。で3つ目、わざと学級経営の邪魔をする。これもたまにいるんですけど、なんかわざと先生が嫌がるようなことをね、する子っているんですよね。大抵はこれ愛情不足で、先生に構ってほしいからやっているんですけど、そこまでね、先生も分かれば、あ、この子は構ってほしいんだなっていうような、深い心で対応してくれる先生もいるかもしれませんけど、普通に考えたら邪魔されたら好きにはならないですよね。だから一応一般的にね、もし先生から嫌われるとしたら、こういう3つのことをしている子かなと思います。で、今回はどちらかというとね、この状況的に先生の対応がね、正直良くないなっていうふうに僕は見てて思いましたね。というのは、私はあなたのことが嫌いっていうのは、多分これ先生、教師的に言ってはいけない言葉だと僕は思いますね。というか少なくとも、好きとか嫌いとかって、先生の仕事ってね、そもそも子供たちを教育したり教えたりすることなので、そこに好き嫌いって持ち込んではいけないと思うんですよ。もちろんね、嫌いな子っていると思いますよ。いるとは思うんですけど、それを心に留めておくのが大人だと思いますよね。そこを本人に言ってしまったら、やっぱ本人も傷つきますし、これは先生の言葉としては僕は良くないんじゃないかなって個人的に思いますね。なので、もしこういうことを子供が言ってきたっていうふうに言われたら、僕だったらまず最初に子供に事実確認をします。本当にそういうことを言ったのって、先生が、子供が嘘をついている可能性も一応ゼロではないのでね、そこはちゃんと確認をします。で、その後先生に直接聞くっていうよりも、まずはその1個上の先生ですね、学年主任とか教頭先生とかに、こういったことをちょっと言われたんですけど、これは先生どうですか、学校としてこういう言葉って先生として言っていいのでしょうか、みたいな感じで聞きます。でその後、普通に考えたら多分言わない方がいいっていうと思うので、じゃあ一回それを本当に言ったのかどうか事実確認をしてほしいっていうふうに言って、本当に言ってるんだったらもちろん謝罪してもらった方がいいと思います。でただ、こっち側にもね、悪いところがあるかもしれないんですよ。もちろん先生にも先生の言い分があると思うのでね、例えばお母さんは知らないかもしれないですけど、私は例えばね、〇〇ちゃんに、なんかいつもなんか、なんだろうな、悪口を言われてるんですみたいなふうにもしあったら、それはこっちの子供の問題もあるじゃないですか。だったらこっちはこっちはやっぱ謝らないといけないと思うんですよ。そこは冷静にね、どっちが悪いとかじゃなくて、悪いことがあるんだったらお互いにやっぱ謝るってことがまず大事かなと思います。
はい、であと、この点数の評価なんですけど、まあ、今回ねこの点数の評価が明らかにおかしいかなっていう風なね悩みを持っていると思うんですけど、ね、もし明らかにおかしいと思った時はなんでこの評価なのかっていうのをちゃんと説明してもらわないといけないですね、うん、っていうのはこれは先生のせいっていう先生がね意図的に下げるって可能性ももちろんゼロではないんですけど、パソコンとかそのね、まあ、なんかそういうソフトで基本的に評価でつけるので付け間違いとかもいつも起こるっちゃ起こるんですよ、まあ、もちろん最終的に確認はちゃんとしてますけどそれでも起こることがあるのでやっぱそこはねちゃんと確認はしてもらった方がいいと思います。なんでうちの子は平均点以上の点を取って提出物も全部出しているのに2なんですかっていうふうに聞いた方がいいと思います。でその時にその先生だけじゃなくて、学年主任とかそういった先生にも同席してもらった方がいいと思います、うん、っていうのは僕のこれあくまでも経験上なんですけど、まあ、僕がね教師をしていたのは2014年までなので今とはちょっとね評価の仕組みって確かに変わってはいます。変わってはいるんですが平均点以上の点数をテストで取っているのに2がつくってことはね、僕の中では聞いたことがないですね。よっぽどテストは一応点数取っているけど後の授業全部欠席していて提出物も出さない授業も全く受けないとかだったら2は可能性として、まあ、ゼロではないかもしれないんですけど、まあ、ちゃんと授業に出ていてで平均点以上取っていて2、まあ、もちろん平均点が、ね、100点満点で20点とかで平均点以上が25点とかだったら2ってこともあると思うんですけど平均点が例えば60点とかで、まあ65点とか70点とか取っていて2ってことは僕は今までのね経験上あんまり聞いたことはないですね。最低でも3、まあ、通常はね平均点以上の点を取って他のことちゃんとやってたら4がついてもおかしくないかなと思います。だからまあちょっとなんかハテナが僕はねこの話を聞いていて思ったのでここは一回先生にちゃんとねなんでこの評価なのかってことを聞いた方がいいかなと思います。